せーの、メガネとコデブ。どうもこんにちは、メガネとコデブのメガネでございます。またねやってまいりました。 YouTube とポッドキャストで行っているラジオでございます。もうすぐねオリンピックがあるということで気になりますけれども、コデブさんのね前々からラジオで言ってますけれども、試合のカードはもう決まったのか、コデブさんはそしていけるのかね、気になるところですが、お相手この方です。こんばんは、星ひとみです。来ましたよ、本当にね。元グラビアアイドルでしたっけ？そうですね、結構なスタイルお持ちの方なんです。なんか定着しちゃいましたね。なんか占いの番組というか、なんていうんですか、あれね。もフジテレビですけれども。占っちゃっていいんですか、ですか。いいんですか、ね、なんかそんな感じの。そういえば、星さんの回しか俺見てないけどね。あ、そうなんですか。でも結構、いるんだよな、何人。番宣ゲストじゃないですけど、結構豪華ですよね、出る人。そうなんだ。あれかもうちょっと早めにあの番組のテイストが売れてたら絶対春の祭典とかで占い師軍団がみたいな出てたような気もしますけどね、みんな占いって。最近春の祭典って何ベースでやってんのかね、フジテレビ。いや、あれ分かんない。坂上さん坂上さんですか。あ、確かに坂上さんがなんか出てた気がするな、うん、なんかやってたような気がしますね。ある時なんか中居君がなんか家に招待するみたいな時もあったよね。いわゆるその春の祭典のテイストを残しつつ の司会はタモさんじゃなくて中居くんみたいなやつですよね。そう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 。いや、そんな感じで結構ね、フジテレビ見てないなっていう話もしつつも結構見てたりとか、結局出る話はフジテレビっていうね。フジテレビでもそんな見てないでしょう、だって。でも小出部さん、その、見てるじゃないですか、そういう占いとか。占いはあれだって、スイダウとかぶってんだもん、だって。僕らの時代とか。いや、かぶってねえし、お前。それは日曜7時のでしょ。いや、小出部さん、フジテレビを見てるっていう話ですよ。ああ、そういう話で。ネタパレとかね。見てるじゃないですか、結構。ネタパレなのね。はい、ちょっと、東京クールね。東京クール、ね。東京クールの話、ちょっとね。数週間前に東京クールの話でだいぶ盛り上がったんですけど、あそこちょっと競馬のせいで全カットっていうね、競馬のポッあのジングルのせいでお前じゃねえか、それあれはなんかその雑談しながらジングル撮ってたんで、そこはね使えなかったっていうことで。いや、小出部さん、オリンピックなんかあれカード決まってましたね。なんか見ると一応決まってるでしょ、何日は何日どこ対どこみたいな、ルーマニア島みたいな、なんか決まってましたね。ただ A 組の何位と、小出さんって準決勝なんでしたっけ。そうだよ、お前。ああ、じゃあ、もしかしたら、じゃあ、ポン日も来るってことですか。ポン日も、ちょっとよく調べてないんで、ある時から。なんかポン日がそのグループで勝ち上がれば、ポン日対どっかみたいな、そういうのもあり得るってことですね。じゃあ、準決だと。てっきりその、グループのところだと思って、うわなんか全部しょぼしょぼカードかなと思ったんですけどまあ出てるのがもう全国じゃ全世界じゃないかなある程度なんだろう絞ってるから予選ですね。やっぱそうなるとユーロの方が面白いみたいな、やっぱサッカー好きはそう思っちゃいますよね。そうだよ、お前ドイツ対フランスとかでもうすごい盛り上がってたもん、はい、ユーロが始まるんですよね、小出さん。もう始まってんのよ、もう遅いよ、お前。ワウワウはもっと早いから。もっと、ワウワウでちなみにユーロやってるんですか？やってるやってる。あら、じゃあいいですね。もう4日目とかだよ、今。ユーロですか？ユーロ。気になりますね。いや、お前気になんねえだろ、興味ねえだろ、お前を。なんか最近深夜にサッカー番組ってあんまやってないんで、目につかないんで、あんまサッカー知識がね、止まっちゃってるんですよね。お前、どこで止まってんの？中田秀人止まってんの？エコバ。エコバ。エコバ。エコバってどこそれ？ウルグアイの。エコバ。エコバ。ちょっと検索してみます。ウルグアイのレコバ。あとオランダのダービッツ。レコバ。古っ。オランダのダービッツ古いわ、お前。オランダ。レコバ。インテルにいましたよ、レコバ。俺の中田秀っていう振りもそんなあながち時代的にあって。全部重なってたみたいなね。重なってるかもしれない。それぐらいで止まってます。どうだっていいんだよ、お前。どうだっていいですよ。そんなことよりも、野球ですよ、小出部さん。交流戦。終わったね、交流戦。ちょっと交流戦、多分今、収録の段階で、今日が最終日なんですよね、多分。
あ、まだやってんの、はい、これが最後で、まあ、もうあの優勝はね、オリックスで決まっちゃいましたけれども、小出部さん、その交流戦の総括というか、ちょっとね、ジャイアンツ好きの、同僚がいるんですけど、やっぱり、ね、ちょっと、ね、気分というかね、機嫌もあんま良くなかったですね、今年の5、6月は。でも、なんか7勝8敗のあと全部引き分けみたいな感じで、別に良くも悪くもなかった感じ、ね。良くも悪くも。でも、これからのそのリーグ戦の方はどうですか、小出部さん。やっぱちょっと阪神が強すぎるんだよね。なんでしょうね、あの強さというか、しかも、サトテル、うん、でかい、あいつなんだよ、体がでかい、あいつが思いのほか活躍しちゃってんだよね、なんか失速しないですよね、そう、なんでしょうね、あのまま、最初のうちはなんかこう、打ってみろみたいな感じでこう、はい、打ち返すみたいな、ただ変化球にはついていけないだろうみたいな感じで、全然、解説者を全然当てにならないね、ずっと打ってる。なんでしょうね、あの阪神の凄さというかね、まあ、それ今順位でいうとどうなってるんですか、順位は。順位阪神1位ぶっちぎりですよ今、はい、2位は、2位がジャイアンツですね、はい、我が G ですね、次ヤクルトとかじゃなかったかな、そしたらあれなんか中日とかじゃなかったでしょ、中日でもあれか、交流戦で結構良かったんだよな、今のところヤクルトですね、3位は。で、4位中日、5位広島、6位、横浜ということで。あ、広島ビリじゃなかったっけ？ビリじゃないみたいですね。今日でそうなったのかな、かもしれないですね。ちょっと、なんか頑張ってほしい。DNA 最下位脱出とかってツイッター載ってたみたいな、うん。頑張ってほしいですけれども、誰を、ね、広島。広島か。うん。お前セリーグ関係ねえだろ、だって興味ねえだろ。でもあのこの間小さい頃の写真っていうかちょっとね家の誰のって自分メガネのですよ自分のメガネの、 あの小さい頃の写真を整理してたらしいんですよ、実家の方で。あ、最近コロナで帰れてないですけれども、そしたらね、小さい頃の写真がいくつかこう送ってもらったんですよ、写メというか。はいはいはい、そしたらね、あの広島のユニフォームとか広島のヘルメットとかね、いっぱいかぶってたんですよね。ああ、なんでだろうねそれ。多分前もね、花丸大吉の花丸さんが言ってたんですけど、西鉄ライオンズがいなくなって福岡に、うん、あの球団がない時期っていうのがあったらしいんです、はいはい、大栄が来るまで、うん、それまでなんか広島が結構こう山口とか福岡とかでホームゲームをやってたらしいんですよ。そうなんだ。そういう兼ね合いもあって広島ファンが意外といるみたいな。あ、そうなんだ、うん、広島巨人戦とかやってたみたいですね、当時。福岡で、でそれの影響もあってか分かんないですけど、結構広島のユニフォーム着てたりとか、あのなんていうか薄青ベースのみたいな、まあ、言ってみれば地理的にはまあ近いもんな、まあ、近い環境を超えて、まあ、確かにそうですね、うん、隣ですしね、うん、広島のヘルメット、そういえば家にあったなみたいなね、カープの、うん、カープ女子じゃん、女子じゃねえけどカープガキですよでも今別に興味ないでしょ広島。今もう全然もうそのね、地元ソフトバンクもそんなに興味はなく、まあどちらかというと一番ね、強すぎて、うん、強すぎてね、楽天頑張れという感じはありますけれどもね今で言うと。いやでもやっぱり一番ね、メディアっていうか何してても入ってくるね、やっぱ G の話か大谷の話ばっかりなんで、おのずとなんか気になっちゃいますよね。いやそんな G の話入ってこないでしょ。いや意外とラジオ、ラジオ多いの、まだラジオ聞いてたら入ってきますね、 G の話。ラジオまだあのなんかジャイアンツ戦やってんの、メインでやってますよね、ジャイアンツ戦。なんだろうね。で TBS はやめたらしい。TBS の話、この間 の大沢さん、大沢ゆりさんがやめ、ね、大沢ゆりの、全然知らねえけど、そういう人なんだろうなと思ったけど。大沢さんが朝の番組やめたり、荒川京慶いや、いいのよ、モノマネは。前回やってなかったし、荒川京慶さんがいなく、夕方いなくなったりみたいな感じで、うん、TBS って結構こう、動きがあって、ちょうどその時期ぐらいに、野球中継やめたんですよね。あ、そうな、撤退したんだ。TBS 夜のナイターの中継、うん、だから今聞けるのは本当になんか日本放送とか、あとショーアップナイター、ショーアップナイターとか、あと文化放送のライオンズナイターとか、
あとはあれですか、ラジオ日本っていうあのね、日テレ系のラジオ局があるんですけど、そこはね、巨人戦ですか。ラジオ日本か。うん、そういうのになっているんですけれど、あとはその地元、あの広島とか、東海地方だったり、そこはラジオ局でね、やっぱ地元球団の中継をやってますけど。だって地上波なんかでほぼやんないじゃん。やんないです。ほんと、こないだでしたっけ、なんかナイトやってましたよね。何の曲忘れちゃいましたけど。珍しいと思っちゃいましたね。BS でもやるかやらないかだもん。はい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 、ジータスだけだもん、巨人戦やっ。ジータスって久しぶりに聞きましたね。ジータスなんか誰も入んねえだろ、あんなの。ジータスって昔、今もやってるんですかね、プロレス やってましたよね、前。まあ今、多分ノアってもう今、日テレじゃなくなったのかな、なんかアベマとかでもやってますし、ノア。あ、そうかそうか。だからプロレスもやんないのかなとか思いながら、ジータス久しぶりに見てないですね、久しく。絶対見ないでしょ、別に。あの、また CS フジテレビの話になっちゃうけどさ、はいはいはい、そうすると、あの、ヤクルト戦と西武戦はなんかやるんだよ。はいはいはい。主催試合。そうすると、やっぱ、あの、ヤクルト、巨人とかは CS フジテレビでやるんですか、うん、そうそうそう、その時、神宮でやる、ね。ああ、ああ、ああ。今もその130何試合、スカパーは全部放送みたいな、そういう触れ込みでやってるんですか、それとももうやれてないんですか。いや、スカパーやってないじゃない、もう。もうしかすポイントポイントしかやってないですか。ガオラと、またガオラとスカイエーデみたいな。いや、ガオラかどうかわかんないけど、もうやってないでしょ、多分。ダゾーン、ダゾーンですか。ダゾーン、そこプロ野球もダゾーンだよ、多分。あらら、あらら、じゃない、あらら、らら、キラーコンテンツがもうないのよ、あそこまで。キラカン？キラカンじゃないの。ツイッターやってますじゃないの。かわいそうにね、ほんと自転車でぶつかって人にね、事故起こしちゃって、なんか事故起こされた方はほんともちろんね、大変ですけれども、キラーカンさんもなんか叩かれててね、かわいそうでしたけれども。いいのよ、別に。キラーカンって言ってない。キラーコンテンツって言ったら、なんでお前キラーカンになっちゃってる。じゃないのよ。いや、プロレスの話したなと思ってね、ジータ、あのジータス。何でもプロレスかぶせてくるか。本当ですね。プロレス好きのね、前同僚がいたんですけれども、今どうしてるのか気になりますね。ねえ、ちゃんと連絡取りなさいよ、お前、本当に。どうなんプロレスといえば猪木さんでしょ、やっぱり。いや、本当、うん、いやちょっとね、元気があれば。っていうか、なんていうんですか、ちょっとね、心配になっちゃいますね、あの映像を見ると。腸捻転って、僕ちょっと、お恥ずかしながら知らなかったけどね。腸がねじれちゃって、うん、外れちゃうみたいな感じでしょ、ね、そうなんですよ。捻転で言うとね、あの、安田大サーカスの団長がね、精巣捻転っていうね、それこそ金玉がねじれちゃうっていう病気になったらしいですけどね。それも痛そうですよね。確かに。痛いのかな、うん、まず。精巣捻転でも早く処置しないと腸捻転も精巣捻転も腐りきって死んじゃうらしいですか、ね、あそうなんだ、うん、そこは血液がいかなく鬱血じゃないですか。だからなんかそれは手術でなんか筋腫手術で治ってそろそろ元気になるって自分で書いてたけど、それよりもあの映像写真ない、ね、あの、はいはい、あの老けっぷりっていうのかな、痩せて、あれはなんかさ、わざとああいう風な演出にしてるのかみたいな、うん、ちょっとね、思っちゃいがちになっちゃいますけど、どうなんですかね、弱った猪木さんを見せてる。スタッフの悪ふざけじゃないですけど、なんていうんですか。別に猪木さんはさ、そういうなんか、なんていうの、格好つけじゃないじゃん、別に。うん、まあ、ありのままを見せてる。ファンに、なんかこう、格好悪いところも見せるみたいな。うん、あの一回なんか変な小無双みたいな格好で挨拶してきたんでしょ。ありましたよ、ホームレス姿もありました。あったね、道の時か道を喋った時か、はい、だからそういう別に格好つけるとかはないと思うよ、多分。そういえばその間ツイッターで道の時の、まあ、あの引退ロードの時のあのドンフライ戦の映像がちょっと流れてきてたんですけど、ツイッターで猪木さんが若いしドンフライもかっこいいし、もういいっすね、猪木さんの試合見ると。近くどみ戦のね、うん、まあね、ちょっと猪木さんのあの映像を見ると心配だなっていう感じがありますけれども。プロレスの話はいいんだよ、本当に。この間長州小力さん出てたんですよ、テレビに。なんかあの、TBS のあの歌ネタとレッドカーペット足して2で割ったような。
なんかレッドカーペットじゃないなんか怪しいのまたやってるじゃん。なんかやっとレッドカーペットみたいに回転テーブルみたいにしつつ、なんか見たいと思ったら続きが見れるみたいな、全員一致だったら見れるみたいな、なんかそういうで歌ネタが結構メインみたいなやつやってるんですけど、それ長州小力さん出てたんですけど、あの長州小力さんがスーツ着て出てたんですよテレビで。おお。そしたらその審査員っていうかタレントさんのその評価、笑う方のタレントさんの方が安倍晋三さんかと思ったって言ってて、めちゃくちゃ似てたんですよ意外と。長州小力さん顔が。あ、そう。はい。安倍晋三元総理にね。うん。もう挑発なのに？なのに顔だけ、そのスーツと顔だけのこう感じで。あ、確かにちょっとパーツ似てるかもしんない。うん、安倍さんは安倍さんでなんかこの間ね、メガネかけてなんか書類。安倍だけどさーっつってね。その安倍違い。ささめ食ってるみたいだよね、ダンボールみたいな。うわ、お前の方が似てる。くそセリフも完璧だった、今。いや、なんかでもね、ご機嫌ようとかに出ててね、とてつもないエピソード話してめちゃくちゃ面白かったんですよね、安倍さん。安倍ジョージさんね。安倍ジョージさんね。私たちが言ってる安倍さんね。その知らないと思います。うん、絶対安倍ジョージさんのこと知らないと思いますけれども。バカにす。メガネとコデブ、まあ、そんなことで TBS で思い出しましたけど、はい、コデブさん TBS 好きだなお前、うん、TBS 好きなんですけど、やっぱりコデブ、メガネとコデブが好きな TBS といえばドラゴン桜でございます。出た出た、本当にね、今だいぶっていうかコデブさん、やっぱり結局ワンクールで終わっちゃうってだいぶ詰め込みで早くないですか。だってしょうがないじゃない、もう全部今までこうほら前振りにしてたの全部回収しだしたじゃん。もうなんか次のドラマの予告とかやっちゃったりとかしてちょっと困るんですよね。駿河太郎さんのことも回収したでしょこの間。あれも早いあれもびっくりするぐらい早い。テチしょうがないじゃん、あれ残ってたんだから。テチは早い、あれはもういやお前怒られるぞお前ファンによ。いや本当ですね、本当に。でも本当にだん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 最初はねなんかすごい痩せてるなとか思っちゃいましたけど、本当になんていうんですか、あの演技もうまいというか顔の演技というか、うん、やっぱあの花があるよね、うん、花がある、本当可愛いんですよ、好きになっちゃったかなみたいな。ちょっとお前そっち側南沙羅ちゃんの方だったろお前。南沙羅ちゃんはねちょっとねドラゴン桜の時はすごい可愛く見えるんです、他の時がねなんかねちょっとねなんかっぽいなみたいな。お前怒られるぞお前。ちょっとね、骨骨してるんですよ。まだ18でしょ。6月11日生まれで誕生日おめでとうございました。おめでとうございます。だから19でしょまだ。そうですよ。これからでしょやっぱ。これからですね。変わっていく。指原みたいな感じとこ。いや本当さっぷり。だん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 その明るいキャラからだんだん大人の演技とかしつつ、またこう明るいキャラとかやりつつ、こうね、広末涼子さんみたいな大女優になってほしいですけれども。だってガッキーだって前のドラゴン桜の時はもうギャルみたいな感じ。ギャルですもんね。で、その後舘ひろしになったりとかいろいろしてるわけですもんね。舘ひろしって。あれね、入れ替わっちゃうやつね。入れ替わる、めっちゃ名作ですよ。だからギャル、ギャルも舘ひろし。ギャル舘ひろし逃げ恥みたいなことですよね。いやいや系列全部 TBS だよお前。フジテレビのあのリーガルハイとかもあるからね。そうですよ本当、あの救急なんとかも出てませんでした、コードブルーみたいな。コードブルー、救急なんとかじゃない。コードブルーでいいじゃん、救急なんとかってなったのお前。救急系のなんかも出てましたよ、ね、いや救急のヘリだけどコードブルーでいいじゃない、かっこいい救急系の。なんでフジテレビを省くかなお前は。なんかやっぱなんだかんだ言ってドラマの TBS 確かにね、まあ、クイズの TBS でもありましたけれども今やドラマの TBS ですよね。クイズかな、クイズは日テレの方がマジカルバナナでしょ。やっぱマジカルマジカル所さんからもうあのリスあのオマージュしてるでしょドラゴン桜で。マジカルなんとかってやってるの。マジカル言ってましたね、加藤清史郎くんもね。マジカルやってましたね。言ったでしょ加藤清史郎くんのストーリーもね、早くもう時間ないですよね。時間ないね、積み上げ時間ない。あと
時間ねとかあと2回しかないけど、ここで放送してるとあと1回かもしれない。藤井もだんだんね、いいキャラになってきましたけれども。藤井はもうないだろうな、これ以上。あとはそれより俺がツイッターに文句言ってるのは、及川光弘じゃない。そこはサブのサブだから、副理事長。はい、あのメインの復讐の話が弱くねえかっつう話なんだ。確かにあれもめっちゃ早いんすよ。早いのは早いよね。早すぎ。あれバックグラウンドが何も語られてないのよ。確かにその、うん、何をもってあのその大きな陰謀&その桜木先生に対しての、うん、その復讐とか全部つながんないといけないのがめちゃくちゃなんか細い糸しか見えないんですよね。もう買収だけね、なんか、うん、あのだからもっと個人的ななんか恨みがあると思ってるのに、なんかあそこまで傷を出してるさ、首をこう自分で買ったナイフを傷つけたみたいなのがあるしさ、その IT 社長のよくわかんねえ、成り上がってるのになんで恨んでるのかわかんないし、うん、あの協力してた女弁護士みたいなやつもさ、あれ何があったんだって、なんで協力してんのっていうのが多分この第9回に全部詰め込まれるんだと思う。あれですか、パラビでやるんですか。パラビでやるんだろう。チェーンストーリー、チェーンストーリーをパラビでやるんですか。そしたら言ってもあと2回しかないわけだ、9回10回しかね。そうなんですよ。でなんか歌って大逆転劇の序章みたいな書いてあるしさ、あのままそのなんていうんですか、それこそあの集中型と分散型どっちも取ったらダメだみたいな、あの桜木先生言ってましたけど、陰謀も東大もどっちも同時進行しちゃダメなんじゃないですか。だから、ね、あっていいんだけど、やっぱ もっとツークールぐらいでやるべきなのかもしれないね、もしかすると、ね、うん、結局ドラゴン桜で人気コンテンツ&その半沢とかのスタッフがちょっとやってますだったらツークールやっていいようなもんですけど、結局なんかね、次のなんか救急系ですか、またまたね、次回のクールがね、救急系が多いのよ、また。月9がナイトドクターっていうね、夜のなんか救急系じゃないですか。救急系なんで、また。観察医朝顔じゃないんですか？じゃないんですよ。このまた救急系で。救急系ですか？だからもう病院系が多くてね、本当に。ちょっと困りますね、救急系は。まあ。それ機会、お前、イルキャン2なんてまたずっと平和だよ、お前、本当に。平和ですね。ちょっと止まっちゃってますけど、ドラゴン桜にちょっと集中しすぎて。これもイルキャン2はまとめてやるべきですね、映画前に。やるべきなのかどうか分かんないけど、本当にゆったりとしてて、本当にね、いいんですよ。でもドラマで全然、その今回の課題ドラマじゃないですけど、川口春奈さんって、なんかちょっと、可愛いっていう感じからなんて言うんですかね、ちょっとまた出た、なんか綺麗系になった、綺麗系というかなんかちょっと魔女というかなんて言うんですか、ちょっとね、なんかなんかね、またちょっと怖い感じもするんですよね、なんか女性として、なんか怖くま、なんなの、怖くま系というかなんて言うんですかね、なんかね、川口春奈さんちょっと、ね、横浜流星だろうと伺えてる、恋愛ものなんですけれどもね、ちょっと CM とか見る感じ、なんかこうなんか川口春奈さんがこう一皮も二皮も向けてるなみたいなね。まあ恋してますから、彼女は。プライベートで。はい。うん、ねえ、格闘男性ですか、格闘家なのかな、ちょっと。格闘家ですよね、川口春奈さん、なんか。そうだっけかな、うん、ちょっと調べてみようか。はい。川口春奈、熱愛悪い男で検索してください。もっと田舎のね、島とかの出身なんでしょ、長崎ですか、この間だってスシローかはま寿司かなんかの CM のメイキングみたいなやつ、うん、ワイドショーで見てましたけど、もうその時もね、めちゃくちゃ美人なんですよ、川口春奈さん。可愛いというよりも、でも美人の中に見えるなんかちょっとね、なんかこう木でもないね、なんかそういうね、時でもない、なんていうんですか、そのなんかね、木系でもないもんな、ね、あの木系でもないですよ、なんかね、タヌキ系でもないしね、綺麗なんだけど、なんでなまってんの、メガネ君はテレビとか見るんけとか言って、誰なんですか、誰が聞いてんの。あ、総合格闘家なんだ、そうですよね、格闘家の方ということで、こないだ出てたかな、あのフジテレビの誰も見ない格闘技番組見てたかな。
いやでも変なバラエティやるよりかはああいう風にスポーツを流した方がフジテレビのね、フジテレビのやっぱコンテンツってやっぱドラマとかだって総合的にエンタメはフジテレビなんですから、スポーツ流して全然いいと思うんですよね。そうなんです、かつてのよう全部スパルタってやってるからいいのか。そうね、ちょっとねメガネとコデブのポッドキャストもね引き続きそのフジテレビと TBS をね追っかけていきますということで。いや全部追っかけるけど、全部追っかけます。この間テレ東の話もしましたしね、この間は日テレの話もしました。でバラバラ大作戦でテレ朝の話もしてバラバラ大作戦あまりにも深夜すぎねえかあれ。いやほんとそうなんですよ。見てねえし何も。 TVer でだいぶピックアップして好きな番組だけ見ますけど、この間なんか休みかなんかでちょっとじゃあリアルタイムで見てみようかなと思ったらもう耐えられなくて寝ちゃいましたもんね。遅すぎるでしょ、しかも連続でやるし。あれ多分あれって結局バラバラ大作戦というかお願いランキングのワンコーナーをバラバラにしただけなんじゃないですか。実験的なのではあるんだろうけどね、あのディレクターとか実験系ですよね。でフルはテラサで見れますみたいなね。15分ぐらいなんですよねあれ番組って。あ実質20分から15分ぐらいの。全然見てないもんな。なんかニューヨークとかやってる。あでもニューヨークの面白いですよね。でもあれほんと番組表で見るとだいぶ深い時間で、あれが終わって1個なんか挟んで、はい、もう暴れん坊将軍ですからね。朝もう朝なんです。結局深夜という朝の時代劇本当にやっちゃう、うん、あれがね脚本がうまくできてんの本当時代劇。俺何回も言うけどあの暴れん坊将軍、暴れん坊将軍のねパチンコがねなんかすごいいいらしいって話を聞いたんです。もういいのよパチンコはこの回はパチンコなしで行こうかと思ったお酒は砂糖と思ったのに。いやいや飲んじゃったみたいな。今日は飲まないでおこうじゃないのよ。休館日ならぬ休パチ会と。なんで喋っちゃうかなお前。最後にね、ポッドキャストこれに、ね、収録してますけれども、最後にちょっとね、面影の道ということで、ね、小林亜星さんこの間亡くなっちゃいましたね。パッドサイデリア。パッドサイデリアね。いや、いっぱいあるの、ね、あの曲もそうなのみたいな。あ、本当そうですよ。あれもこれもこれもあれもというかね。そうそう。で、出てこないけどね、そんなにこう、うん、何、代表作パッと出てこない。でも、小林亜星さん。歌謡曲も多いしね。多いですよ、多いですよ。あの曲とかね、この曲とか。多いですよ、ロングビーチね。はい。そうです。愛じゃないのよ。そうですじゃないのよ。俺がボケるとお前は厳しいんだよな。お前は自由にボケて、俺のツッコミが、的確ですね、とか言いながら、お前、笑うだけなんだもんな。俺もボケたいわ。いや、ボケた方がいいですよ。ボケた方がいいですよね。何なんだ、それ、お前。逆地方省推進派みたいな。おじいさん、ボケた方がいいですよ。じゃないのよ。気をつけないと、本当なんかね、新聞とかで、ね。なんかね、じゃないなんか。なんかね、じゃないよ。もうそうだな、とか言って。それ、誰なんだよ。もういいの、松山千春はいいのよ。いやこれをやった後に小出部さんが一連松山チャルやってくれたこの間の回が一番面白かったんですよね、編集して。いやいや知らないわ。そんな使われてないだろうお前。使った気がするんですけどね。最近細かくあのタグを入れてるんで、あの意外と検索しやすいんですよね。前みたいにあんまりその一文とかでこうあのトークテーマを表してないんで、今タグでいっぱい入れてるんで松山チャルで検索すると出てくるんですよね多分。まあ、どうでもよくって。どうでもいいとか、それ。よくあれがどこまで聞いてるかわかんない。小林亜星さんといえばね、やっぱこう、一番こう、なんていうんですか、やっぱあれじゃないですか。あの、あっぱれさんま大先生との、うん、あの、問題。盗作問題じゃないですか。あったね、あのエンディングの。あっぱれさんま大先生のエンディングの記念授と、うんうんあのどこまでも行こうって小林亜星さんのそのタイヤかなんかの CM の曲でしたっけ、うんうん、タイヤかなんか、うん、それが酷似してるみたいなね、裁判かなんか盗作疑惑みたいなね、一時期にぎわしてましたよね、情報番組ワイドショー。あったね、確かに、うん、そんなのそれのイメージありますよね。悲しい、そのイメージって他にもいっ
ぱいあるんだよ、昔の TBS の寺内貫太郎一家っていうドラマ で, ですドラマね、うんうん、あと普通にそれ以外もドラマ2時間ドラマとかちょろっと出たりとかしてますもんね。まあただまあ代表作ではないよな、ちょろっとだから。やっぱ寺内貫太郎の西城秀樹をぶっ飛ばすみたいなところが一番、はいはいはい、ね、あとキキキリンさんでしたっけ。キキキリンさん、そう、そういえばキキキリンさん、西城秀樹さんってね、その小林亜星さんですか、もうな全員ね亡くなられたというか。それ亡くなるわな、そういう昔のドラマだもん。だってもうまあほんと古いドラマっていうか、今のね20代とかは全然多分知らないドラマ。あれ TBS チャンネルとかでやったりしてるんですかね。そう、なんか追悼でやったりするかもね、もしかしたらね、はいはいはい、うん、それこそね、田村正和さん亡くなったんで、各局田村さんの番組やってましたもんね。やってた、やってた。その最後の眠り教師郎とかもやってたもんな、うん、あとなんかテレ朝でやってた2時間のやつとかも、うん、テレ朝やってくれてましたもんね。やってた、やってた。確かになんか、あれなんで松本清張、清張さん、なんかわかんないですけど、なんかそういうね、2時間のやつ。それっぽいやつね。それっぽいやつ。現代劇ね。うん。やっぱでもやっぱ古畑だよな、どう考えてもな、うん、俺らには。そう、古畑のなんか続編、阿部寛さんがみたいなネットニュースこの間見ましたけど。阿部だけとパー今度はやってくれないんだ。おこで食べたおかゆが美味しかったよねとか。お前すごいな、全部コメントなんか的確だな、お前。なんで覚えてるの全部。お前、いや今頭なんかぐるぐるぐるって回ったんで、なんかちょっと。ささみみたいな段ボールってすごいわ、それ。よくそこまで覚えてたな。お肉が好きらしいですよ。だからそういうね、あのダメな肉が食いたくないみたいな話を前にしてました、ね。あ、誰がモノマネするんだっけ、安倍さんの。小坂さん。安倍さんのモノマネしてたのは小坂さん、関根さんが多分やってたと思うんですよ。うん、そうだそうだ、小坂だ、うん。小坂がね。で、なぜかあんな風体なのに、ご機嫌ようとかに呼んでトークとかしてたんで。いや風で関係ないから別にベストセラー作家だベストセラー作家としてね、あ、堀の中のなんとか面々ってやつかな。そうですね、釣れないやつらみたいなね、塀の中の面々みたいな、塀の中の、うん、ちょっと正確なところは後で私反省会の、はい、ざっくりしすぎてるからね俺ら、ざっくりしすぎて、メガネとコデブ東京を中心としたね、西側諸国さ、この2回目の2回目の収録はさ、はい、ちょっと YouTube の話をまた俺出そうかなと思ってた。あ、そうですよ、うん、YouTube でじゃあいきますか、 YouTube 鑑定団サバリゴーじゃないのよ、いいのよ、ダサいのよそのコーナー名鑑定してどうすんの、 YouTube、いや、銀河万丈さんいいのって、だから真似しなくていいのよあははじゃないのよ、前々回聞いてない人は何も分かんないのよこれは、別に何が起きたんだみたいな、ね、なんだ YouTube 鑑定団サバディナイトって何なんだよだからこの間のブログの、俺ブログにはあの YouTube リンク載せたから、俺が紹介した気持ち悪い俺がヌパチさんね、あのタヌパチさんはタヌパチ出したね、タヌパチさんは前今のあれだけど、その前のブログにも俺がこう女の子食べてる女の子の食べてるやつとかゲームやってる女の子の一応載せたから、おめえみあれちょっと開いてみた、あれは開いて、いや、あのタヌパチさんだけ最新回でちょっと開いてみましたけどあの女の子のやつちょっと見れなかったんですけど、ちょっと見てタヌキチじゃなくてやっぱタヌパチであるんですね、ああいうチャンネル。自分もパチンコ動画いっぱい見てましたけど、うん、やっぱ見てる世界が違うと全然今まで見たことない。そうなんだな、やっぱ YouTube って広いなっていうか、 YouTube っていいなみたいなね。いやチャンネルうるさいいやそれよりぜひ見てよ、そのユーブヒチャンネルさんとかさ、お前最新回の最近出たから3日前に、そうなんです、あ、なんか言いましたね、ウームじゃなかったですみたいな言ってましたね、小田さん、あ、そうそうそう、反省会ウーム、あ、ウーム入ってないとか言ってましたけど、ウームじゃなかったです、すいません、あのユーブヒさんは最新作で何かと話題な辛い中本さんのカップル
焼きそば食ってたんで、はいはいはい、ね、何かと話題のね、何かの話題のね、林さんね、で俺がちょっと紹介したいまたあってね、次新しいまた教えてくださいよ、小手部さんに最新トレンド情報、お料理の高校生っていうタイトルなんだけど、なんですかその喉を押さえながらモノマネする人ですか誰それいや出てましたよね、モノマネ、あ、いたいた、いたなんか押さえ、なんかあだ名ついてんだよな、あれ押さえるやつなんか喉を押さえまん、あれ全部似てた、あれでもフジテレビのやつ、うんうん、いやすごいですよね、一人で全部で鬼滅の刃やってたんだっけ、ドラゴンボール、フジかなんかも出てましたっけ、フジテレビ出てたよ、フジテレビこの間のモノマネ紅白に出てた、テレ東のやつも出てたし、フジのやつも出てたし、すごいなって思ったんですけど、 YouTube あるらしいよ、うん、喉押さえまんじゃなくて高校生料理マンですか、お料理の高校生って言って、あの驚くよ、チャンネル登録者数34万5千人で、すごっ、っていうかタイトル自体がお料理の高校生っていうチャンネル名なんですか、そう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 、へえー、でどういう内容かというと、あの不死家庭なのね、不死家庭の娘さんが一人料理を作ってるっていう話なの、へえー、あで女子高生ってことですか、女子高生、ただ顔も出してないの当然だけどね、プライベート、手だけとかなんですか、後ろ姿とか手だけとか、このなんかあの首から上は出してないみたいな感じで、はい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 、ハンバーグ、焦げたハンバーグとか作ったりして、それは料理がうまいから人気っていうよりかは、そういう下手馬じゃないですけど、に等身大のみたいなことなんですか、違うな、そうだそうなんだ、えなんザ・ノンフィクション的なのよ、そのなんか人の家庭をちょっと覗いてる感じがあるのよ、あしかもちょっと不死家庭だからちょっと、そうそうそう、人生山あり谷ありじゃないですけれども、うん、そうそうそう、はあ、ははあ、トークみたいなしてるんですか、そしたら最初のうちはあトークも何もしてない、ただ黙々と料理作って字幕とかが入ってるだけなんだけど、声も何も入ってないんだよ、それってなんかプロデューサーお父さんとかそういうわけじゃないですか全然違う、で最初のうちはお父さんと住んでて、お父さんのためにあの晩ご飯作ってたりするんだけど、うんうん、それが最近喧嘩してあの家を出ちゃって、 おばさんの家に住み出しちゃったのね、それでも30万人も登録があればだいぶその稼ぎというか、だから、ね、あれなんですかね、あれがなんか盾ももらってる映像とかもあるけど、へなんだろうね、こう本当にリアやっぱテレビじゃないわけよこういうやつって、まあ、リアルリアルリアルに甘乗っちね誰が甘乗っちだ本当ただ料理作ってるだけなんだ、出てましたね天野さん天野さん出てたね、それちょっと気になる、なんかちょっとあれですか、その素人女性じゃないですけれども、なんていうんですか、ちょっとあんまそういう目で見ちゃいけないと思いますけれども、なんかそういう可愛さがあるみたいなことですか、可愛いかどうか分かんないけど、なんかなんつうのかな、あ自分で多分字幕とかもつけて編集もやってるから、いやなんかこううまいってうまいって言うとあれだな、違うな、もっとテクニカル、動画の長さとか動画の頻度とかは、うん、そこら辺やっぱこうメガデブ研究しなきゃいけないじゃないですか、どんな感じなんですか、そうだね、今最新回が2日前で8分、はい、だいたい8分から10分15分ぐらいないね、10分ぐらい、うん、頻度で言うとただハンバーグ頻度は一番最新回2日前で、次3日前だから1日おきぐらいにやってるから、ね、あじゃあ結構コンスタントにあのちゃんとこう更新してて、かつ10分ぐらい10分前後ってことですか、別に顔も出してなくて、それは小出部さんいつそのチャンネルを知ったんですか、それは確かに、なんだろう、やっぱおすすめに出てきた、そうそう出てきたんだよ、食べる系の女子ばっか見てたんで、その中で料理でちょっと出てきたっていう感じなんですかね、そうそうそう、でちょっとサムネがそう、なんか料理系を見てたら、あのクラシルとかのなんか公式のやつとかで料理やってそれに引っ張って出てきたかもしれないね、うん、ああいうなんかあの上から定点で撮ってる料理のレシピ動画とかじゃなくてってことですね、じゃなくて、うん、あと道場六三郎さんがまだ現役でなんかレシピとか出してんだよ。はいはいはい。そういうのもやってたりする。その流れで。そういう食べる系からちょっと料理プロ系から行って、両方合わさってそういう女の子のみたいな、そういうことですか。
なんか出たかもしれないな。でも別にサムネも別に引きが強いわけじゃないのよ。文章サムネじゃないです。文章でもうすごいね、こうなんか引っ張ってるんだよ。いいですね。だからザ・ノンフィクションなんだよな、イメージが。なんかただライトな、うん。ライトな。でコメントもやっぱなんかどういう層が見てんのかよくわかんないんだけどさ、盛り上がって、ね、30万もいたらいろんな人がこうコメントするんじゃないですか。あだこうだあだこうだこうだあだ、だっていいねとかお前2000回ついてもいいね。あれなんか人気のある動画でもいいねとあのバットのその差じゃないですけども、ね、それによってやっぱその本当の人気度合いがわかる、ね、うん、本当に定着度合い。いいね、いいね4桁で、バット16。すごいですね。平和な世界ですね。272回ついて。すごいな。その人別にコメントしてるわけで、返しもしてないし、何の反応もしてないの、はいはい。ただただ流すだけ。ツイッターみたいなのやってたりするんですか、インスタとか。ツイッターとかないな、多分これは。ないですか、見た感じないな。うん、YouTube だけ。メガネとコデブ、ちょっと YouTube いいんじゃないでしょうか。このコーナーちょっとね、ま、間が持つというか、はい、じゃ YouTube 鑑定団、YouTube 鑑定団だから銀河万丈にどんどん寄せていくのやめなさい、本当に。富永みんなバージョンもあるかもしれないですね、今後。いやでもね、あの何でも鑑定団はやっぱりあの 名品買いますコーナーの素人のあの喋りが一番いいよね。本当に中森明菜の初回版レコード4点20万円でお願いします。ウーワンでみたいな。ドゥンドゥン。あるかなとか、しんすけさんが。あるこれは難しいんじゃないか。もうやってないのよ。やってないですか。やってないよ、多分。やってないですか。なんか最近はなんか、こう、目利き王みたいな3択で選んでたわ。これ、これとこれとこれで。どれが摂取かみたいな、そんな話だよ。はい、どれが横山大観かみたいな、そういうことやった。そうでこの間なんかあの今田さん優勝してたもん、ね、まあ、確かにあのコロナ禍もあってあの人を呼べないとかあの人と集まる場所での大会ができないとかそういうのあるのかもしれないですね。あ、確かにあの文化会館とかでのロケとかやってないのかな、うん、だって地方回れないかもしれない。そうだよね、振り返ってるだけなのかな、松尾伴内さんとか、うん、結局あの旅番組とかあのああいうやつとかも過去のやつを振り返りながらスタジオで話すみたいな、そういうテイスト多いですもんね最近も。そうだよ、あれサンドとか、うん、そう帰れマンデーね、あれはひどくね、前のをつぶっちゃって、あれもこの間のなんかあの旅番組もそうですけど最新作かと思っちゃうんですよね。思っちゃう。あ、確かにこれ見てねえかもなみたいな、なんかそう気になっちゃう。徳光さんのバスのやつとかも。そうそう、あれも振り返ってんだよ結局。まあというわけで。焼き鳥食ってたもんだってお前。いや、まあ下げ出してねえだろう。確かにそこの違和感ありますよね。本当に過去の映像とか見ると、本当にみんなマスクしてないの見て、そこで気づくんですよね、違和感で。そうクイズ違和感じゃないですか。あの2017年何月のみたいだな、そういうテロップ入れるところがある。それはまだ若いわみたいなね、みんな。いや、そんなでもない、4年前だから、そんな、あんま関係ない。なんか、この間の有吉あの散歩とかも、なんか、過去のやつ振り返りながら。そうそう、俺、あれ、新作だと思った、俺、あれ。あ、新橋のあのお蕎麦屋さんとかの話は、うん、もうお蕎麦屋さんやってないですもんね。閉まっちゃってて。やってああいうそばのね、あれ隔週で、あ、やった、今回はあの高年の、うん、高年じゃなくてあのだぜ三河健一と春の愛のそれ隔週でやってんのあれ。昔はあれの3本立てだったんですけどね。
高俊有吉三河健一と春菜愛のみたいな、いつの間にか春菜と三河健一のやつ亡き者にされてましたけどそのどうでもいいんすけど、どうでもいいの、なるほど、はい、今日は今度帰ろう、こんなとこかな、こんなとこかな、木村帰ろう、北のファンクラブみたいになってきて今日はこんなとこかな、ちょっとね、さながら今ね、北のファンクラブみたいにちょっとね、椅子にちょっとこう、もたれかかりながら、片一方の手はこう、肘掛けに手をこう当てながら、横向きで喋ってますけれどもね、私。肘掛けでよかったわ、もう、チンポコに手をかけてるのかと。チンポコチンポコ衛星たぬき合戦だよ。全然使えない。本当ね、ちょっと喋りすぎなのよ。喋りすぎなのよ。もう2時間経とうとしてるの。2時間経とう。いや、平成、それ、やめましょう。あの、ナレーションが。何を言いたかったんだよ。ナレーションが古今亭志ん朝さんっていう、もう亡くなられた落語家さんがナレーションしてるんですけれども、今思うとっていうか、まあ、本編にも出てるんですけど、古今亭志ん朝さんのその声が今の林家正蔵さん元こぶ平さんの声にそっくりなんですよ。あ、いや、どっちが寄せてんだよお前、まあ、多分こぶ平さんが寄せてるんだと思う。志ん朝師匠に憧れてたみたいな、なんかそのみたいなエピソード言ってたんで、落語を真剣にやるにあたってみたいな。なんか正蔵さんになってからちょっとね、あのもぐもぐゴンボの頃はないもんねヒロミさんにね、ちょっとカッコつけてるもんね、あのなんか。ちょっとそうですね。ちょっとそういう お笑い、だって元ワハハ本舗創立メンバーですからね、小平さんは。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でもね、やっぱそういう傾向とに。マチャミさんとかと一緒？そう、一緒に、マチャミ、柴田さん、梅垣さん、佐藤さん、小平みたいな、それ5人で始めたっぽいんですけど。あ、そうなんだ。うん、多分そうだったと思うんですよね。で、なんか芸ごとに集中しろみたいな感じで、それはやめたみたいな話を前聞きましたけどね、小平さん。吹越光雄さんはいなかったかな、まだ。まだいなかったんじゃないですか。あと、あれですか、あの、吹越さんと、うん、うん、まあいいでしょう。政治的というわけでね。ちょっとね、芸能ニュースからお笑いからね、ちょっとね、ちょっと懐かしい話。もう何を喋ったか覚えてない。もう2時間過ぎて。だいたい公平になると小出部さんの記憶が全くないっていうね。そうそう。ほんと、メメントって言われてるからね、ほんとに。もうついさっきのこと全然覚えてないっていう。本当に。これ夢じゃないかみたいなね。インセプション状態みたいになってないですか？夢の中の夢みたいな、ね。夢夢の中の夢の中の夢みたいな、ね。ほんと。というわけで小出部さん、キーワードの方お願いします。キーワードってのは別にないでしょ。キーワードは俺 の, さのブログの方の反省会のところのタイトルで俺はズバッと言ってる、はい、ズバッとね、全員山田雅人じゃないですよねっていうのは面白かった、ね、前回あれは面白かったね。名作でしたね、うん、というわけでメガネと目で演技する陽気肉も良かったね、やっぱりね。結局なんかその要所要所ね、パワーワードが出るんですよね、毎回放送で。ちょっと実感ないなと思っても意外と編集するとね、笑っちゃうところがあったりとかして褒めんな褒めんな自分を。もっと謙虚に謙虚に謙虚に、下から失礼しますということで、メガネとコデブはですね、YouTube のチャンネルで毎週土曜日に動画をアップしております。また締めてるよこの意味のない締め、なんなの。あとから入るんでしょ、だって変な音楽の後。そしてツイッター、インスタグラムもやっております。そしてブログの方では、ブログで小出部さんの反省会、そして、ポッドキャストもですね、ブログでは配信しておりますので、まあ、YouTube と同じような内容なんですけれども、聞いていただければと思います。というわけで、長々と喋っておりました。これどこが使われるのか気になるところですが、以上、メガネと小出部のメガネと小出部でした。おやすみなさーい。おやすみなさい。どうも、メガネとコデブのメガネでございます。 YouTube とポッドキャストにて、配信しております。コデブです。ぜひ聞いてくださいね。せーの、メガネと
コデブ、なんかカブトムシとかと戦わせてるみたいな動画一時期、少し背の高いかいや、うまいっすね、モノマネいや、似てねえわ、お前